しちゃって。その言い方やめてよね。確かにうちだけど、私が建てたわけでもないし。みんな、この子たちが来たことは古篠さんには内緒にしておいてね。それから彼が戻ってくる前にあれを渡したいの。急いで準備してもらえるかしら。承知いたしました。
アルフィナ様、アリゼー様、どうぞお二階の方へ。では少し行ってくるよ。実はね、あの子たちから時々近況報告の手紙をもらっていたの。親に宛てたものだから全ての出来事を書いてはいないでしょうけれど、それでも最初の頃はすっごく心配だった。だからせめてお金くらいはと思って暁に活動資金を送ったりしていたの。過ぎてみれば杞憂だったわね。あの子たちの手紙どんどん生き生きとしてくるんだもの。悪いこともいいことも嬉しいことも大変なこともきっとみんな輝いて見えてるんじゃないかと思うわ。特にあなたとの出会いは大きかったみたい。あなたの名前が書かれていなかった手紙なんて一つもないんじゃないかしら。どうかこれからもあの子たちを守ってあげてくださいね。それじゃあ一緒に二人を待ちましょうか。お茶もお出しできなくて申し訳ないけれど、よければ待つ間にいろいろお話を聞かせていただける？戻ったわよ。一体何を渡されるのかって思ってたんだけど、お母様、これって。よかった、ぴったりだわ。あなたのお気に入りはそういう服でよかったかしら。うん、すごくいい、最高よ。けど、アルフィノとお揃いにはしてない？もちろん、あなたもアルフィノも素敵な大人になろうとしてる。お揃いの服を着ていた頃もとびきり可愛かったけど、今はそれぞれに似合いの服があるものね。ほら、お母様、ありがとうございます。とても着心地が良くて実用的だ。気に入ってもらえて嬉しいわ。実はその服と合わせてもう一つ渡したいものがあるの。アルフィノ様、お背中失礼いたします。賢者たちが扱う剣具よ。元は古篠さんが使っていたものなの。あの人、今では机にかじりついているけれど、学生の頃はフィールドワークもしたのよ。その剣具で戦いもしたし、自分や仲間の傷を癒したりもした。あなたたちが身を投じているような本格的な戦いではないかもしれないけれど、意見がすれ違っている今だからこそそれを知っておいてほしくて倉庫から引っ張り出してきたの。それにほら、ルベユール家が特注したものなら間違いなく上等品でしょ。
扱いが難しいとは聞いているけれど、たくさんの経験を積んできたあなたならきっと使いこなせるはず。その英知がどうかあなたたちを守りますよ。そしていつかお父様と分かり合って、また気兼ねなくこの家に帰ってきてね。はい、必ず。さて、私から遅れるのもあとは助言くらいかしら。まず古篠さんは昔から真面目な人だったけど、議員としての活動に心血を注ぐようになったのはあなたたちが生まれてからよ。私も哲学者議会の事情は聞いていないけれど、あの人のことだもの、きっとそこに意味があると思うわ。それからもう一つ、お父様に言葉で勝とうと思わないこと。見せちゃうか、やってしまってから事後報告が一番早いんだから。もうお母様ったら。助言ありがとうございます。では行ってきます。はい、行ってらっしゃい。体には気をつけて、皆さんと仲良くね。Thank you.